先生は小林愛香先生です。空は誰かのものじゃない。小林愛香です。どこまでも続く空の青さを感じてほしいです。それでは聞いてください。空は誰かのものじゃない。季節が変わってゆくように、それぞれの思いも変わるけど、ずっとずっと同じ熱い心で触れ合えばまた始まる。夢の色は綺麗で残酷で、でも描かずにいられないから、そうだよ今日も迷いながら明日へ向かってく。涙も汗も一緒に。空は誰かのものじゃない。きっと自由な未来は追いかける。みんなの場の青さに何を願おうか。胸の中では強く育ち始めてる希望を。その泣くも流れてく影も走り去る。もっともっと違う景色が見たい。駆け出して今始まれ。夢を語る語ったら叶えたくなるから、それがまず一歩目。さそうだね、今日はできなくても明日はできるかも。悔しさぶつけてみよう。空はどこまで続いてるんだろう。手を伸ばせば眩しすぎてわからないよ。青くて怖いくらい遠く、でも迎えてくれ思うのはなんでだろう。どこまでもどこまでも追いかけるか。Yeah.
見